これから中を登ります。今日はちょっと寒いですけども、やっぱり桂木さん、ここへ来たら中を、ここを登っとかんとね。コンプはディアグラ、フロント35、リア10速、11丁から28のギアで、28で登ります。ブレーキは105、今ではなかなかこういった古臭いバイクで乗ってる人も見かけなくなりましたけど、私はもうこの10速もうこれに決めてますんで、これで桂木さんを登ります。今日は、iPhone 片手ではここはさすがにちょっときついので、胸につけてます。まあこんなところでベラベラ喋っとったら最後出しちょっとへたるんで、いつものように呼吸を整えて、ゆっくりと動いたいと思います。今日は3月9日日本海側では一部雪が降っていそうなんですけども、やっぱり1月2月のようなもう厳しい冷え込みはないですね。前回の動画でも申し上げたんですけど、こういった坂ねまだまだ踏み込むことはできるんですけど、踏み込むというよりもね、このフラ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 して、ね、これ以上こがなければこけてしまう、そのぐらいの力でこぐとですね、余力があってずっと登れるんですね。また対向車後ろから車来た時ですね、本当にふらつくわけにいかんので、そういう余力を残すというのが大事なんですね。ちょっとここ 20% 以上か結構これきついんで、ここはダンシングでいきます。これもね休むダンシングですね。あくまでもねゆっくりゆっくり行くんですね。まあ28丁でこの寄った寄った寄ったやとこう登ってたんですね。まあなんとか着くんですよね。まあここがこれね結構重心をね、まあ今もフロント浮いたんですね。これだからここは本当に危険なんですよ。フロント浮きますね。こういった時は本当にちょっとスタンディング、もう漕ぐというよりも立ってバランスを取る、体重を前にかける、ハンドルの上に体重を乗っける、するとですね、まあ足は本当に軽いんですね。自分の体重の半分は足に乗ってませんので、だからこういう坂になったらね、脚力というよりもね全体の体の何ていうかバランス、筋力、体幹、なんか知らんけどこういってタコみたいにですね、こう上でなんかこういう風に体重をぐったぐだゆったゆったしてた方が楽なんですね。力を一点でペダルを回すんじゃなくて全体分散させる、何を言ってるんでしょうかね。これ実際きついんですよね。まあここに段差とかあるんですけど、気持ちいいんですよね。この坂で気持ちがいいと思うことが大事なんです。またウイルスが気持ちよく
今泣きてました。この川のせせらぎ、ホムイスの鳴き声、この音を、この声を聞きながら登れる、これが大事なんですね。前回の動画でも申し上げました。ここの坂をね、もうちょっと私、本気でっていうか、スピードを意識してこいでたら、多分この辺でもう、もがきますよね。しかし今はね、これでね、休んでるんですね。すがすがしいんですよね。それはなぜか、踏んでないんですよね、決して。もう基本的な、ペダリングを逸脱してますね、私。また、この自転車はね、コーダブルーンの、まあ10万円ちょい、アマゾンで買ったやつなんですけど、これコロナ前だったら多分、10万円切ってたんですね。今やまあ12速、まあ DI2、まあ、結構、ね、皆さんそれを買えば、早く登れ、走れるんじゃないか、楽して登れるんじゃないか、確かにそうだと思います。ただね、一番大事なのはね、登っていて楽しいかどうかなんですよ。これはやっぱりその実業団の方とかね、全国的なその有名なヒルクライム目指してる方だったらね、そんな生やしいことではダメなんでしょうけど、私ももう60回ってね、そんな人と同じようにいかんので、ティアグラ、10速、アルミフレーム、上りでのね、やっぱりトルクをかけても逃げてしまうんですよね。やっぱりこう、フレーム構成が弱いですね、これ。多分、私もコロナの C59、トレックマド、ピナレロ、クワトロ、いろいろ、まあ、何台か持ってますけど、この自転車多分、距離で言えば一番伸びるんじゃないかな。今まで安い、ジャイアント D5、6、7万のアルミですね。それと、イオンモールで買った、イオンモールのスポーツ園、掘り出し物で飾っていた、スコットの、なんとか、それも7、8万ですね。買った。それが本当に雨の日も風の日も乗りましたね。雪の日も。だから、このくらいの自転車がね、一番ね、どんな環境でもね、対応するんですね。気をつかなくていい。ただし、タイムを捨てなければいけませんね。これどんぐらいでしょう。もうこんな、この辺に来たらね、感覚は平坦なんですね。不思議と。きつい坂の後はね、本当に緩く感じる。これ本当に大でも、やっぱりね、厳しい環境でおったら、その後が本当に楽なんですね。こっからもうまあ2、3箇所、きついんですよ。実際。しかしね、慣れないうちはね、ここで緩やかになったからって、ここで漕ぐんですね。漕げるから。漕げるから漕ぐんですね。そしてきついところになったら、しんどくなる。これは逆なんです。このね、緩いところでね、ゆっくりとね、ゆっくりと走るんですね。そしたらね、次のきついところ行くわね。もう、足も呼吸もね、普通に戻ってるんですよ。もうこの繰り返しができればね、大概の坂行けますよね。だから一番きついところで、フロントが浮きそうになる。いくらね、ギアを軽いの、まあ私、はめたことないんですけど、32丁、34丁、はめるとですね、今度進みませんよね。
あのギア比の関係、くる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 、まあ、くる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 回したら回したで、あのペダリングのワット数は減るんですけどね、力、踏む力はね。ただまあくる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 回してもちょっとしか進まんので、結局ふらつくんですよね、スピードが落ちるから。だからその時にまあ脚力だけで踏ん張るっちゅうのはね、まあ無理なんですね。その時に踏ん張れる力っちゅうのはね、もう体全体なんですよ。もう腕でバランスを取っても無理、もう足でも無理、どこで取るかです。もう体の中心、もう背骨なんていうか、まあ昨日かなんかの動画で内臓が動くって私言うたんですけどね、これなんて言うんでしょうね、まあ筋肉じゃなくてもう全身でバランスを取るんですね。それはね、よく中学生とかで、まあ私らの子供の頃はね、そんな変速とかアシストバイクなんかないですからね、みんな中学生高校生はね、あのママチャリですよね。あれ最近結構たまに乗ったらね、かなり重たいですね、あの変速のないママチャリ。あのポジションもね、なんか確かに座りやすくてふわーっとして、座ってるだけではいいんですけどね、あれでやっぱ坂登れたらね、年いたらきつい、わかります。ただね、中学生高校生を見てみましたらね、やっぱり立ちこけやってますよね。あの立ちこけ、あれはね、引き足もなんもないですよね、ビンディングなんかはみ出ないですから。それはね、やっぱり体をやっぱり立って体の全体でなんか力を足に踏むときに上手に乗っけてますよね、ロードバイクを速くなるために。私も前聞きかなり見ましたけど、あのまあペダルは1時3時引き足蹴り足なんかその大腿筋ハムストリングなんかその背中の筋肉なんとかいろいろ言うてますけどね、中学生なんかそんな考えないですよね。なんか知らんけど無心で登ってるんですよね。だからね、私もね、もういつも申し上げてる、このキャッツアイの安い、これはなんちゅうね、サイクルコンピューターじゃないですけど、あの速度と距離と時計、もうそれだけなんですけどね、もうこんな坂に来たらね、軽率が落ちるとか、もう心拍が上がってるとかね、そんなよりもね、まずしんどいかしんどくないか、こけないかこけるか、もうそのあちょっと待ってください、ここちょっとこういうところですね、今グニョってなりましたけど、こういうところは気をつけないと、ああいうブレーキングだったらね、もうパワーメーターなんかも見てもね、その場で体が反動しませんよね、年をいったらね。まあ、一番きついとこ、まあ残りここなんですけどね、まあここのマイクはこれ強烈な北風だからね、本来ならもうこの北風でこのシャドウだったら本当にね、まあもう二度と来るかと思うんですけどね、今日は覚悟ですね、夫人とね、こういう見ます片手、さすがにね両手は離せませんけどね、このきついところのまあ余裕で仮設走行できますけどね、まあ動画撮影ってあるんで、まあ iPhone 落としたら割れたら高いし、まあ上は高価なものなんでちょっと胸につけてますけどね、まあええトレーニングですね。それでちょっとまあシッティングでは疲れてきたなと思ったら、このフロントにですね、もう
ほとんど電に体重を乗っける感じで、もう上半身をハンドル前突き出すね。まあグレンジングの上では違いますけど、まあほんでまたこう寄ったら寄ったら漕ぐんですね。そしたらね、全く筋疲労がない、またね呼吸も荒れない。これで後ろから大型トラックが来た場合ですね、例えばこういう風に道の端によく入れなければならないですね。よたよたしてたら跳ねられますね。だからそういう余力を残す必要が必ずありますね。あ、来ました。はい、また来て天空の森。寒いですね。あ、雪、雪降ってますね。あ、ここもちょっとカメラでは映りにくいかもわからんですけども、雪がついてきました。今中を登って掘りるとこなんですけど、まあすごい人がいっぱいいますわ。早く下る必要はないですね。ゆっくりゆっくりでいいんですよ。